野沢菜漬新州の伝統野菜とは、長野県が実施する新州伝統野菜認定制度によって認定された野菜の品目である。1991年の認定開始以来、野沢菜をはじめとして現在までに71品目の野菜が認定されている。長野県は地域によって気候や地形の変化に富んでいるため、様々な野菜が栽培されていることも特徴である。 新州の伝統野菜として選定される品種は、県が設置する新州伝統野菜認定委員会によって認定され、以下の条件を満たすことが要求される。来歴地域の気候風土に育まれ、昭和30年代以前から栽培されている品種で、あること。食文化当該品種に関した、新州の食文化を支える、行事食、郷土食が伝承されていること。 種特性当該野菜固有の品種特性が明確になっていること。この基準は野菜の品種自体の選定基準であるが、さらに種子、種苗、栽培方法、生産体制の3つの生産基準を満たした生産者を認定する伝承地栽培認定基準がある。また、新州の伝統野菜を伝統的な製法で調理した加工品に対しても、 伝承地栽培認定表の使用認可基準がある。テイタナス大王わさび農場のわさび。ありがとうございます。